日本中の市町村、日本中の各都市、日本中の大都市、そこに住む皆様方、おはようございます。赤毛チューブでございます。赤毛チューブ、今日も自分のために気を送っております。皆様方におかれましても、ぜひともご自分のため、ご家族のため、また奥様のため、そしてお父さん、お母さんのために頑張っていただきたいと思います。そのことが日本を掲げします。日本が良くなれば、日本は私たちにフィードバックをくれる、尊い国の一つでもございます。結構ね、テレビ業界というのも大変なんじゃないですかね。まあ、いろんな意味でね、テレビ業界、飽きられないでね、何か作るって結構大変なことだと思います。そしてですね、確か地デジですかね、地デジが出てくるときに非常にお金がかかったらしいんですよね。そしてそのことで潤沢な資金がだいぶ、そちらの設備の方に逃げたということで、お金が使えなくなってきたというのがあるそうです。こういうね、過渡期って結構お金が必要だったりしますよね。例えば、ガソリンスタンドなんかが、結局、漏れとかがあるといけないということで、設備の点検を受けて、そして新しく、そういう設備を入れなくちゃいけないとか、そういうことでね、お金を使えないというね、農協とか、古いね、特に田舎にある、あまり利用度のないような、お客さんのところのガソリンスタンドとやっていけなくなるというような事例もあります。それから、映画館もそうですよね。映画館も、結局デジタル化というのが進んでしまったということで、そのデジタル設備を入れなくちゃいけないということで、一つの館で7000万ぐらい、かかってしまうとかね、そういうことになると、もう映画館を続けていくことができない。で、昔の映画などをね、ずっと上げてたような映画館が、次々とね、閉館していくっていう、事象もありますよね。そのぐらいやっぱりね、設備関係が変わるということ、あるいは時代背景が変わるということで、どんどんとね、大きく、ものが動くということがあります。ですから、150万から、100万ぐらいになるような、ガッとこう下げられるようなね、感じで、番組作りっていうのは結構大変だったようです。なんかね、テレビ局というと潤沢にお金があるような気になりますけれども、それともう一つは、テレビ局が、自分ではもう作らないと。そして外注にかけるということがあります。そして、昔はですね、結構お金が潤沢な時は、結構大掛かりなものができまして、海外ロケしたりね、しかもそこで何日間も休むことができたりということができたそうですけれども、最近はそういうこともなくなっているということで、身近なもので何か面白いものはないかということで、目を皿のようにしてね、探していらっしゃるのが、今のテレビ業界なようです。今日はですね、マスコットキャラクター、であるね、梨の妖精、ふなっしーというね、これ千葉県の船橋市、におられる方がやってるマスコットキャラクターですよね。これがですね、非常にね、2013年あたりから非常に爆発的人気があって、そして、最近はね、ちょっと音沙汰があまりないという感じになってきたのは、どういうわけなんだろうなっていうことの、前哨戦じゃないけれども、それの、一つのね、理由ということで、やっぱりお金ということが非常に絡んでくると思います。そしてこのふなっしーさん、パッパパッパと動くようなね、今までのそういう、ゆるキャラとはちょっと違うようなね、タイプの、非常に活発に動く方でしたよね。この人は、どちらかというと、死の妖精で作られたというよりも、自分が進んでそういうことを、やってきたっていうようなタイプの人だったみたいですね。で、2013年に『スッキリ』という日本テレビ系でね、
加藤浩二さんと相撲を取って豪快に投げられたのをきっかけに、非常に有名になったわけですよね。で、梨の妖精という形で、ふなっしー、そして16社のコマーシャル、そして朝の情報番組と立て続けにね、出るようになって認知度が上がってきます。このふなっしーさんの、経済効果ってすごいらしくて、2014年にはね、爆発的に売れます。2014年には、まあ、爆発的に、売れます。そしてテレビに、102本出演して、18社の CM をやったということで、グッズの売り上げだけでも8億6800万円だったそうです。そして、経済効果も、8000億円とされています。とにかくね、圧倒的に人気になったんですけれども、今はですね、2018年のものは分かってるんですけども、わずか、4本ですかね。そして、まあ、テレビ局から呼ばれたら行くということらしいです。で、どうしてね、ふなっしーさんが行きづらくなったのなし で、これはですね、まあ、最初はね、みんなが喜ぶからということでやってた仕事だったわけですよね。だけれどもですね、まあ、テレビ局というのはですね、予算を組みたいと。その予算を組むためには、先ほども言ってたようにね、潤沢な予算ではないと。その時に過激なものをすれば、まあ、それだけみんなが見るんではないかということで、そのどんどんとそのふなっしーさんの使い方が乱暴になったということですよね。で、南極に行って、海に落とされたりね、それから爆破に参加させられたり、そして、飛行機から落とされたりと、これはアメリカですよね。それからトラックに、引かれてくれとかね、そういう無茶な要望を突きつけられます。そして、非常に冷たいね、湖の中に入って、そして、本当にね、もう一心朦朧としたりね、そしてその後も続けてね、セノーテだったかな、そういう泉につけられてですね、本当にもう、その時は死ぬな、走馬灯が見えたそうです。そしてそれでもまだ許してくれなくて、まだ使い回そうとします。人気者もつらいですよね。そして、ヘルニアになってしまうということで、体を壊してしまうわけですよね。それだけでは、まあ、済まないと。で、プロレスをやってくれと、メキシコに行ってね。そして下痢になったとしても、マットに叩きつけられても、まあ、とにかく、まあ、そういう状態のものがどんどんとね、まあ、エスカレートしてしまったということですよね。まあ、見る方も見る方ですけれども、やらせる方もやらせる方というか、使い捨てですよね、結局ね。で、これはだから、まあ、テレビのスタッフの方もですね、使い捨てに近いんだと思います。まあ、要はそのもう1人か2人のね、やっぱり現場でやってる人たちに、わずかなお金ということになるでしょうか。局の人はかなりのお金もらってるとしても、本当にギリギリでね、その作業をするみたいな、お金をもらってるその現場の人たちっていうのは、かなり大変な目に遭ってるし、そしてアイデアがね、枯渇してくるわけですよね。ずっと長くやってる人たちはやっぱり長くやってないとお金も少しは上がらないので、そして、若い人はどんどんと辞めていくということになりますよね。僕もね、若い人と、まあ、一緒に、仕事してて、その呼ぶんですけど、やっぱお金がね、少ないってことになると離れますよね、本当に。だからそういう時に本当にがっかりしたことありますけどね。その人から電話かかってきて、要は辞めたいんですけどってのはいいんだけど、その人のお母さんからかかってくるっていうね、アルバイトですよ。でもそういうね、のもありましたね。要はね、
その今でいうカメラなんかもね、非常に安いものが出てきまして、昔だと落としたら大変というかね、400万とか、それこそ1000万ぐらいなね、ソニーのカメラとかそういうのがあったんですけど、今はもう100万円ぐらいでやってるそうです。100万円でもすごいですけどね、100万円のカメラって言ったらすごいですよね。うちが出せるのは10万以下ですよね、そんなのはね。でもやはり今までの現場の、制作会社とか、そういうのが特殊なカメラとか持てるのは NHK とかね、そういうところですよね。特殊なカメラをね、作ってもらったりしてますよね、NHK なんかはね。だから海外のものとか撮れるわけですよね。でもあれだけのね、潤沢な資金をみんなで割り当てれば結構いいもん撮ると思いますよ。だからまあ最近はそのたくさんの人を使うような、ものっていうのはほとんど映画ぐらいしか撮れないのかな、そういうことになってきたんですかね。人件費もかかるし、そして準備もいるし、天候も待たなくちゃいけないしっていうようなことになっちゃうと、そういうことになるのかもしれません。つまり、ふなっしーさん、まあ、非常にね、大変な目に遭ってきたということで、一皮むけ、二皮むけてね、またお茶の間にね、出てくるのかもしれません。うちはね、テレビ見てないもんだから、まあ、ちょっとしたね、噂を聞いて、ちょっと調べてみましたけれども、みんながね、喜ぶことをやりたいということは非常によくわかりますよね。確かデジタル関係のお仕事かなんかやってたのかな。だから、そういうことがあるんだって、一肌脱ごうみたいな感じがあって、千葉県には他のね、ゆるキャラがあったわけだけれども、そういう管理されたゆるキャラは、まあ、テレビに勝手には出られないということもありますけれども、ふなっしーさんは、まあ、個人的にやってたということで、テレビで、非常に取り上げられたということですよね。でもいい経験だったかもしれないですよね。まあ、そういうところで、でも死にそうになるのはどうかなと思うんですけれども、昔のやり方ですよね、やっぱりね。こき使うやり方というかな、大事にこうやるっていう、コラボしていくっていうことではないんですよね。だから長続きをしないですよね、そういうのは。どんどん過激になってしまってということで、ポシャっていくということですよね。やっぱりその中でも人間大切にした方がいいのかなっては思いますよね。まあ、使い捨てっていうことになりますとね、周りの方も引きますしね。今日は、そんなところで終わりです。ふなっしーさんの話題でございました。